はい、どうも皆さん、こんばんにちは。俺と、どうも、最初に。今回は、なんだ、字が潰れて、HA までしか読めないんですけど、HA の次に、ウォーホーク、ウォ、な、なに、W あれ。はい、字が潰れて読めないです。はい。というマップでやっていきたいと思います。今回使う武器はですね。あ、そうだ、言うの忘れてたわ。試合始める前に。USR の、なんだっけ。クロムバレルと AP 弾。クイックドロー、ブラインドアイ。なんだろう、わかんない。で、サポートで、やっていきたいと思います。ストライク、パッケージ。サポートのバリシックベスト、スクワットメンバー、オラクルで。スナイパーなんですけど、撃たれてんのにこっち来る。RX 貸してもらいましょう。こっち来ますね、多分。後ろだな。倒した。ナイスナイス。まだいそうなんだよな。でもまだいそうですね、味方の動きが。いないね。ね。これちょっと使ってみますか。ARX 何 ?106? ちょっと字がね、武器の明細が明るすぎて見え。おお、なんか ACR ですね。モダン2の ACR みたいな感じの武器ですね。あ、いや、はい。そしてスナイパー。ああ、見え、分かってたか、向こうも。あい、うっそ、今なんで撃たなかった俺。照準合ってたのに撃たなかったですね。てかトリガー引いてなかったね。なんか、おう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 、あんましね、スナイパーは得意じゃない方。得意じゃないって言ったら得意じゃないです。はい、ちょっとこうするのはちょっと慣れるのがちょっと時間かかりそうですね。起きそうなんだよな。そう、今の当たんなかったもんね。ああ、来るか。おお、ビビる。やめる、そういうの。ああ、やばい。ああ、あれついてないですね。なんでしたっけ。なんかサイト、被弾時の、ビオツのタフネスみたいな効果があるやつですね。被弾時のサイトのブレがね、大幅に軽減されるやつなんですけど、フォーカスかな？そう、フォーカス。フォーカスがあればね、そう、いいんですけど、ついてないですね、このスナイパー。お、あれ？今の、あれ、なんか、降ってきますよ、多分使ったら。今なんか変なドクロマークの形のなんかタケノコありましたけど、あれすごい強いです。なんかマップ外からすごいね、砲弾みたいのがいっぱい降ってくるんですよ。
警告音、なんかうーみたいなね、なんか消防車の警報みたいな、警報とかサイレンみたいな音が鳴ってからいっぱいなんか降ってきます、マップがいたら。ナイフでキルできるな、これ多分。ブルブルブル。はい、スクワットメンバー、こいつー、こいつはですね、そうそうそう、 AI なんですけど、普通のプレイヤーと同じみたいに見られているので、旗こいつが入ったら旗ちゃんと取るんですよ。あ、使いましたね、味方かな多分。いっぱい降ってきますよ。ほらほらほら、こんな風にマップ外からすごい降ってくるんですよ。なんか爆撃砲みたいのが、空襲警報みたいな音鳴ってますね。おいおい、多分これはあれですね、フィールド、あー俺バカや、フィールドオーダーっていうアタシケースを拾った時にもらえるなんかチャレンジみたいなのを完了したら救援物資がもらえるんですけど、その救援物資を使ったら多分確率で出るみたいな感じですかね。出したことないですけど、まだフィールドオーダー何やって出るかなと思ったんですけど、出ない、意外と出ない。あー、やっぱあれフォーカスないときついかもしれないですね。結構跳ね上がっちゃうんですね、やっぱ撃たれると。うーマジっすか、どこか。お、ナイスナイス。いやーダメですね俺スナイパー。うー、フォーカス欲しいとかの前にまずエイムがあれですね。誰か来るかな。来ないか。お、なんか飛んできた。左側か。こうなんか飛んできました。これこれこれ。アタシケース今落としましたよ、ね。あれフィールドオーダーってやつですね。オラクル、これは壁が透けて見えるというね、すごいいい、まあ強いんですよ。だけどオラクルを、なんだろう、そのオラクルからこうやってこんな透けて見えるんですけど、オラクル、なんだろう、向こうにできるね、ブラインドアイというパークがあるので、それをつけてる敵はね、透けて見えないという感じですかね。これ外しすぎですね、当たんないし下
あー、勝ちましたけど、まあ楽しくなかったかな。なんかもっとがっつりバシバシね、クイックで決めれたらかっこいいんですけど、なかなかできないっていうね。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。